井県の沖合で女性の遺体が見つかったことを受け、能登豪雨で行方がわからなくなっている中学3年生の木曽葉音さんの父親が取材に応じました。まあ、娘の服で間違いないなと思いました。まあ、一日一日見つかってほしいという思いで何とかいました。まあ、一生懸命捜索している方々信じて絶対見つけてくれるだろうと、そういう思いで過ごしていました。お帰りと声かけたいです。ちょっと怒りっぽいとこもあったんですけど、本当に素直で優しい子だったと思います。福井県の沖合で昨日女性の遺体が見つかり、着ていた服には手書きで木曽と書かれたタグがついていました。福井海上保安署が身元の特定を進めています。